It doesn't matter where I am, my food meets my mouth. Don't even bother to lend a hand, just get out. マンチェスターユナイテッド対アルゼンチンクラシックス、この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。さあ、まもなく試合が始まります。さあ、試合開始の笛が鳴りました。本日の主審はカート・ホワイトさんです。ビディッチ、ディフェンダーとしてプレーします。スペースに出した、サイドから行く、後ろへ預けた、右へ仕掛けてきた、後ろからさらに行く、ここで奪い合う、行くか、後ろへ預けた、どうせ行ったか、枠から大きくそれました。思い切って打ってきましたね。あとは正確性ですね。スペースを狙う、さあ行けるか、ピンチを逃れました。中央のボールが入ってきましたが、ここでは合わせられません。さあ、先制点のチャンスになるか、シュートに行く、決まった、いやー、やりました。前半の10分、アルゼンチンクラシックス、アウェーでの先制ゴール。さあ、マンユー先制点を許しました。まずはね、マンユーとしてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。前へゆっくり送ろうという場面です。そしてすでにボールはここにあります。チエロ、後ろからのマーク、これは合いませんでした。ビディッチ、中でボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。サイドにボールが出る、さあ左サイド、一人で上がってきている。これはキーパーが処理しそうです。ヘッドで競る、知る嫁、一旦後ろへ返します。縦に出して、これは通りませんでした。マンユー今のところ1点のビハインド、でもこう何と言いますか、うまくパスはつながっているんですよね。はい、そうですね、つながるところではつながってますからね。ですからやはり大事なところでの1本なんですよね。はい、ブラウン、パスをつないでいく。さあ、前で味方が待っています。中へは、トーン抜けてきた。中には2人いる。同点のチャンス。行くか。アルゼンチンクラシックス、結局このボールを奪いました。縦にボールが出て、ヘッド、右に回して、ここで奪い合う。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。マルガーン、あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。これいいボールですよ。さあ、追加点なるか、シュートできた、これをブロックした。ブラウン、このパスはどうだ、北澤さん、はい、
マンユー現在1点差を追っています。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、この辺りは油断すると危ないですね。いいチェックですね。ドリブルで上がっていく。1人で上がります。味方を探している。さあチャンスになる。ここで激しい、追いつけるか。さあ同点のチャンスとなるか。左へ出す。抜かせません。クリスティアーノ・ロナウド。ここでホイッスルがありました。さあ今のファール、リプレーです。うまく決まりました。中に2枚、同点のチャンス。細かいボールの奪い合い。いやしかし惜しかったです。クリスティアーノ・ロナウド、今のはファールです。ヘディング、端からチャンスを作る。奪い返した。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。マンユー、ここは守備の網にかかりました。これは長すぎました。左へ出した。スコール。しかし北澤さん、マンユー、得点を与えてしまってからの動きなんですが、いかがでしょう。そうですね、あまり変わってないですけど、ちょっと硬いですね。シュート、入った入った、ゴール。前半のロスタイム、マンユースコアをタイ。マンユー、いいところで、ここで前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、はい、マンユー後で追いついて1対1、前半を振り返っていかがでしょうか。はい、盛り上がる展開になりましたよね。後半期待ですよ。なるほど、ざっと振り返ってみましょう。さあ後半戦始まります。エンドが変わって右にマンユー、左にアルゼンチンクラシック。中を見た、ルーニー、ペベス、ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。アルゼンチンクラシックス、ここからの攻撃になります。後ろからチェック。アルゼンチンクラシックス、ボールキープしています。ボールを回して、チェックきついですよね。いい攻撃だ、いいワンタッチです。どうぞ、左足決まった。後半の立ち上がりに逆転しました。いかがですか北澤さん。そうですね、今日は手の取り合いになりましたね。後ろからのマーク、このまま持っていく。通るか、ここで激しいクロスが上がった。あともう少しでしたね。さあ奪った、ゴールを狙った。おっとポストだ。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。アルゼンチンクラシックス、大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールなりません。回してギグス、一気に出される。ここはなんとかクリアです。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。これは突破できない。ちょっとタイミング遅かった感じもしますけどね。マンユー、ここは及びませんでした。マンユー、まだ攻めが続きます。大事なところ、縦に送って、時計は後半の15分を過ぎました。前、スペースに入れる。出ましたね。サイドからどうする。右に回して、強い、
ここで奪い合う。追加点のチャンスだ。あっと厳しいディフェンスだ。もう一度見てみましょう。後ろから行ってますからね。そうですね。シルヨネ倒されています。ここで流れをつかみたい。中央を通りました。これは抜けません。そしてここはルーミー。さあ競っていく。ファールを取られました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。しかしこのパスはオフサイドになりました。さあリプレイです。微妙なタイミングでした。右にさばいて頭で。アルゼンチンクラシックス、さあここまで押し上げてきました。さあ入れるか。中入れて頭でくる。決められない。アルゼンチンクラシックス、クロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。いやいいボール入れましたよね。ここで選手の交代があります。ビディッチ、ここにギグス、キャリック。さあここに出てきたぞ。追加点のチャンス。中来てるぞ。さあ狙っていった。さてコーナーキックに変わります。ボールを蹴るのはギグス。ショートですね。そこからブユタバ。しかし北澤さん、はい、マンユーちょっとプレーを見ているとこの辺で集中が切れてきたかなとも思うんですが、いかがでしょうか。相手チームもポジションの取り方など見ていると相当修正してきてますよね。なるほど。ここで激しい正面、いい攻撃。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。さあ選手の動きに注目ですね。おっと中たくさんいますよ。おっと際どいボール。自分たちのリズムに持っていきたい。ここはチエル。アルゼンチンクラシックス、ペースをつかみたい。左へ回す。激しく奪い合います。マンユー中央上がっていきます。チエル、ちょっと攻めあぐんでいます。40分になります。後半40分、よく走ります。前に送る。シルヨネ詰め寄られた。おお。ここで選手の交代があるようです。一人上がっています。細かいボールの奪い合い。追いつくか。しかしすっごいシュートでしたね。いや外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。うん、あうまいですね。果敢に奪いに行きます。さあ固まっている。そのままシュート。おっとこれは流れた。縦にボールが出ます。あっとここで長い笛。2対1、マンユー勝ちました。見事な逆転勝利。さあ北澤さん、結果として逆転勝ちという試合内容となりました。いかがでしたか。そうですね、非常に落ち着いてね、確実なプレーを続けたということだと思いますよ。なるほど。そういったところがチームにいいリズムを生み出したんだと思いますけどもね。そうですね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、前半10分、マルガーニ先制点となるシュートを放ちました。そして今日のポイントとなった場面、後半開始早々、今映りました。
ギグス、開始早々あっという間に勝ち越しとなるシュートを決めました。言うまでもありませんが、試合を決めたゴールです。ええ、その前のカットも素晴らしかったですよ。いい流れを作りましたよね。さあ、さらに試合終了後のデータですが、マンユー支配率でも上回っているんですよね。はい、結局はよりキープしてた側にチャンスが生まれますからね。試合を終えてみますと、結果は2対1、マンユー逆転で勝ちを収めています。そろそろお別れの時間となりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。